いたします。スタジアムは多くのサポーターによって盛り上がりを見せています。今日はナイトゲーム、現地の天気は晴れています。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。このゲームは 3-5-2 のシステムで今日来ているようなんですが、北澤さん、どんな意図のこれ布陣になってくるんでしょうか。 3-5-2 になってくるとやはり基本的にはサイド攻撃ですよね、はい、サイドの選手が高い位置を取って、そこでボールが受けられる場所によって攻撃的に行けているのか、うん、守備的になってしまっているのかというところになりますよね、はい、まあ、どうしても守備的になってしまうと、このワイドの選手が5バックになってしまうと、うん、ちょっと押し込まれているという形になりますから、はい、このシステムで狙いたいのはサイドが高い位置を取る、サイド攻撃をしたいということは狙いになりますよね、はい、キックオフです。名古屋対東京、エキシビションマッチです。まずはこのゲームの入り方ですよね。立ち上がりをしっかりと組み立てていかないと展開できなかったりミスが出たりとかしますからね。自分たちのペースに持っていくための入り方を意識することが大事ですよね。では立ち上がり見てまいります。さあ右へ預けて泉、ここで前を向けるか、ガブリエ右サイドへ振って、お、これいいですよ。シュート、すぐ素晴らしい反応でした。いや、今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですね。ここで見せてくれました。立ち上がりのコーナー重要ですからね。東、東京、ここでファウルをもらいます。注意に終わります。仕掛けるか、裏へのスルーパス、ここはキーパー処理しました。泉、秋山、素晴らしいパス、ここは通しません。カウンターを仕掛けます。スペースへ出す、自分で行く、丸山、組み立て直します。名古屋、起点となるアクションを作っていけるのか。小林、今日はまだゴールシーンは見られていません。ご覧のように0対0です。丸山、中谷、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。狙いましたね。もういいですね。クロスを上げる、名古屋奪い返します。秋山、さあ右へ預けて、スルーパス、低いボール、これは直接キーパーへ。大きく縦へ、リンス、丸山、泉、中谷、小林、ガブリエル、サイドのスペースを使います。抜けて、どうだ、
いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。東京、いやこの積極性は大事ですよね。パスでつないで攻め込んでいきます。名古屋、城、小林、裏のスペースへ、いいボールですね。来た、うわー、いやピンポイントで合わせてきます。まあサイドをねうまく使った攻撃なんですけども、うん、ボールの出所、はい、そして決定的なシーンを作り出すこのゴール前のマーク、ええ、この辺をしっかりフォローしていかなければいけませんよね。名古屋入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。秋山、大森、ゆるく狙ったボール、泉。このゲーム両チームここまでまだスコアレスの展開です。上、これ入りましたよ。抜けてくる、スペース出ましたね。まあクリアが精一杯ですよね。上、サイドを使います。ふわっとしたボール、いけるか、チャンス来た。名古屋これは奪い返します。ベースへ出す、来た、シュート。少し時間を使いすぎたか、最後うまくいきません。やっぱり時間をかけてしまうとディフェンダーが戻ってきてしまいますからね。名古屋決定的ともいえるチャンスのシーンがありました。いいプレッシャー、この位置で受ける、スルーパスを出す、シュート、うわー、これはわずかに右でした。東京決定的なチャンスを迎えたシーンでした。笛が吹かれました。まだスコアレスです。さあ北澤さん、前半の印象いかがだったでしょうか。名古屋としてはシュートもかなり打ててますし、ボール運びにも無駄がないですよね。まだ 0-0 ですけど、ここまでの内容としては良かったと思いますよ。名古屋対東京、スコアレスのまま後半へと続きます。後半ゲームはスタートしています。名古屋としては大暴してましたからね、ここからも同じ調子でいけばゴールも近いんじゃないでしょうかね。もう一つ前に行きたい、右サイドへ振って裏へのスルーパス、さあシュートレッジだ、ゴールのパス、シュート、オフサイドですね。飛び出しがちょっと早かったようです。ジョー、これはギリギリじゃないでしょうかね。林、大きく前線へ、ジエゴ・オリベイラ、裏へ届くか、これ仕掛けるか、シュート、後半にゲームが動いています。まさにタイミングでの勝利ですね。北澤さん、ギリギリの飛び出し見事でしたね。
そうですね、本当に際どいところを狙ってのスルーパス、オフサイドかなというところへのボールっていうのはね、やっぱり決定的なシーンにつながりますよね。1対0先制しています。1点先制しましたけど安心はできないですよね、はい、当然相手はアグレッシブに攻めてくるわけですから、攻守のバランスをうまく取っていかないといけませんよね。太田スペースへ出す、ちょっとルーズになる。さあ繋がるか、いいボール入りますよ。中谷、抜けてくる、シュート、決めた。名古屋としてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。長いボールを送ります。秋山、素早いパスで攻め上がっていきます。このパスを防ぎます。小林、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。名古屋としては互角にも見えるんですけどもね、まだビハインド、フィニッシュの精度が重要なポイントになって、必死のクリアですよね。大森、小林、ここは一旦キーパーへ下げます。縦へのボール、中谷、金井、いけるか、スルーパス、スクイダンド、ちょっと慌てましたかね。でもまだ時間ありますから分かりませんよね。スルーパスを出す、名古屋同点のチャンスでしたが決まりませんでした。いや、気持ち焦ってるかもしれませんね。名古屋決定的なチャンスを収めることができませんでした。出す、おっと、いいボールでしょ。このまま終われるかっていうようなね、攻撃でしたけどもね。さあ左へ預けて、さあどうする、さあ左サイドへ上がる、ここはすぐ奪い返します。名古屋、いいとこまで行ったんですけども ね、 そうですね、ただまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところでしょうね。とこれは繋がりません。中井のクロス、よくカバーしましたよ。東京、ここでベンチが動きます。仕掛けるか、シュート、ルーズボールになる、
この時間帯ですからね、ここはもう全員で行った方がいいかもしれませんね。ここで受けて足元のクロス、東京ここはクリアでピンチを出します。裏のスペースへ、おー、これいいでしょ、クロス来た、アウトまで来た、とこのタイミングで長い笛、最後は同点弾ならず、1対0、名古屋1対0で敗れました。追いつけませんでした。さあ北澤さん、今日の試合ですがどうご覧になりましたか。名古屋としては後半の1点で負けてしまったわけなんですけども、ただそれまでにゴールを奪えていれば問題なかったわけですから、攻撃の面にも問題はあったってことですよね。はい、ありがとうございます。さあ放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。名古屋1対0で敗北を喫しています。